美味しいインスタントラーメンが食べたい、方必見。今回は人気インスタントラーメンのおすすめ商品をランキング形式で紹介します。定番の醤油味や味噌味の袋麺はもちろん、名店の味を楽しめるカップ麺なども徹底比較。選び方のポイントや美味しく食べられるアレンジレシピも合わせて掲載します。リストの最初の製品はカップヌードル日清食品。堂々の1位にランクインしたのはやはり定番の醤油味のカップヌードルです。何回食べても飽きのこない癖になる味で、いつ食べても安心の満足感が得られます。通称、謎肉と呼ばれるポークミンチや卵がたっぷりと入った具材も人気の理由の一つ。インスタントラーメンといえばこれ、という方も多い商品です。リストの次の製品はカップヌードルカレーミニ日清食品。カレー味のカップヌードルはシリーズの中でも圧倒的な人気を誇る商品の一つです。じゃがいも、ライスポーク、ミンチ、人参たっぷりの具材は満足度も高め。チーズや卵をトッピングしたり、麺を食べた後に残ったとろみのあるスープにご飯を入れたりするアレンジもおすすめです。こちらはアレンジやおやつに最適なミニサイズです。次の製品はカップヌードルシーフードヌードル日清食品。イカやカニカマの海鮮系具材に加え、卵やキャベツが入っていて満足感が得られると古くから人気の定番商品です。魚介エキスとポークで仕上げたコクのある白濁スープはスープ代わりに食べている人も多数。魚介系のラーメンが苦手な人でもこれだけは食べられるという声も上がっています。次の製品はカップヌードル味噌日清食品。カップヌードルシリーズのおむすびに合うランキングで第1位に輝いた味噌味をレギュラーサイズにした商品です。甘みのある麦味噌と赤白の3種の味噌を合わせたスープが特徴。生姜とニンニクのアクセントも効いています。比較的新しい商品ながら、今やシーフード、カレー、塩に次ぐカップヌードルの代表シリーズの一つです。リストの次の製品はカップヌードルナイス濃厚、ポーク醤油日清食品。ダイエット中にどうしても我慢できなくなったらナイスがおすすめです。こってり濃厚な味わいながら通常のカップヌードルの 50% というまさにナイスなカロリーが魅力。レタス約4個分に相当する食物繊維をたっぷりと練り込んだ専用のノンフライ麺を使っているため脂質が約 50%、糖質が約 40% 抑えられています。次の製品はカップヌードル塩日清食品。ハーブと別添の燻製オリーブオイルの風味が新しくリニューアルされた塩は女性から高い支持を得ている人気商品です。味付き鶏ミンチ、キャベツ、ポテト、スクランブルエッグ、赤ピーマンと彩り豊かな具材の満足度も満点。ハーブの香りとブラックペッパーのスパイシーな味わいが魅力で、チャーハンにして食べるアレンジも話題です。リストの次の製品は、お出汁が美味しいカップヌードル肉出汁うどん日清食品。カップヌードルといえば、ラーメンのイメージを覆す肉うどんです。カップヌードルでおなじみ、謎肉の味わいを生かしたお出汁が魅力。カツオと豚肉の W 出汁でできた甘めのスープと、カップヌードル特製のウェーブ状の麺が絡まり合い、ずるずると食べられます。お出汁が美味しいシリーズからは、鶏南蛮そばも販売されています。リストの次の製品は、カップヌードル欧風チーズカレー日清食品。ビーフオイルを、プラス、高級感のあるビーフカレーが楽しめる一杯です。チーズがしっかりと入っているため、辛いものが苦手な方やお子さんでも美味しく食べられます。ビーフのダイスミンチ、マッシュルーム、キャロット、チェダーチーズ、モッツァレラチーズと具材もたっぷり。カレー好きな方はぜひ試してみてください。次の製品はカップヌードルチリトマトヌードル日清食品。
チリトマト味は昔から愛されている商品の一つです。トマトスープの爽やかな酸味とチリのピリ辛さの組み合わせが絶妙でマイルドな味わいが楽しめます。具材にはトマト、チキン、インゲン、キャベツ、コーンを使用。カップヌードルの中でも具沢山の一杯で食べ応えもあり満足感が得られます。次の製品は世界のカップヌードルトムヤムクン日清食品。エスニックさがたまらない。と販売当初、話題沸騰となったトムヤムクンヌードルが復活して登場しました。一度食べると癖になる人が続出。独特な辛味とパクチーの風味がたまらない一品で、変わり種のカップヌードルを食べてみたいという方におすすめです。他シリーズにはグリーンカレーとペペロンチーノ味もあります。リストの次の製品は山形蕎麦屋の中華町中華三浦食品。ラーメン消費量が日本一とラーメン好きで知られる山形県発祥の商品です。もともとは同県の蕎麦屋で裏メニューとして生まれた和風中華蕎麦でしたが、現在は多くの店で提供されるご当地グルメになっています。ほうれん草、鶏肉、刻み海苔、天かすをトッピングして、味わうのがおすすめ。食べるだけで山形への旅行気分を楽しめます。リストの次の製品は南川製麺オホーツクの塩ラーメンつらら。かつて北海道湧別町の湧楽座5年だけ営業されたラーメン店、湧楽軒の幻の味を再現しています。オホーツク海の海水 100% にこだわった塩味のスープが特徴。コクのある味わいのスープと低温熟成乾燥で加工された麺の相性もぴったりです。同じくオホーツク海の塩を使った味噌ラーメンもおすすめです。次の製品はマヨラーメンフェイスウィン。味わいが全く想像できないという方も多いであろう豚骨マヨネーズ味です。大阪土産の人気商品マヨおかきとご当地インスタントラーメン専門店のコラボ商品。テレビ番組などでも紹介され、全国的に話題を呼びました。口の中にふんわりと広がるマヨネーズ風味と豚骨スープの絶妙な組み合わせが癖になります。次の製品は、一風堂赤丸新味博多豚骨日清食品。昭和60年創業の人気豚骨ラーメン店。一風堂の赤丸新味を再現しています。思わず替え玉したくなる濃厚豚骨スープは一度食べると病みつきになること間違いなし。一風堂とセブン&アイ、日清食品の共同開発で生まれた再現性の高いインスタントラーメンです。リストの次の製品は麺や召喚臭香、彩り取り出し、塩、ラーメン三洋食品。東京のラーメン激戦区、新宿に本店がある人気店、麺や、小の味を再現したカップ麺です。同店と三洋食品のコラボは、過去3回にわたって、好評を博しており、こちらは2021年1月発売の新作。従来品に比べ、スープの丸鶏エキスを2倍にしたほか、麺の食感を歯切れよくすることで、さらに美味しさをアップしました。リストの次の製品は、蒙古タンメン、中本日清食品。辛い、物好きに人気の、蒙古タンメン、中本の、インスタントラーメンは、本家同様、じわじわとくる辛味と旨味が人気です。一度は食べてみたいけど、お店に並ぶのはちょっと、とためらう方にもおすすめ。カップラーメンの方が美味しいというユーザーもいるほど、再現性の高い商品です。リストの次の製品は、すみれ札幌濃厚味噌日清食品。濃厚な味噌ラーメンが人気の名店、すみれのラーメンが楽しめるカップラーメンです。値段はやや高めですが、その分、インスタントラーメンとは思えないほどの濃厚なスープや、コシのある麺を味わえます。調理感のある玉ねぎやもやしのオイルを加えた、すみれ特有のスープの厚みを再現。お店に行けなくても、名店の味を味わえます。次の製品は一蘭ラーメン縮れ麺特製赤い、秘伝の粉付き。
豚骨ラーメンの専門店として全国的人気の一蘭がお土産用に開発した商品です。太さ、形状、硬さと試行錯誤を重ねた麺は小麦の風味を存分に楽しめます。スープも 0.01g 単位で塩味や油を調整したというこだわりの自信作。世界中の唐辛子から良質なものを厳選したという秘伝の粉は少量ずつ加えるのがおすすめです。次の製品は即席スガキ屋、スガキ屋ラーメンことほがき屋。名古屋市など中部圏を中心に人気のラーメンチェーン、スガキ屋の商品です。あっさりとした豚骨スープに和風酒を加えた秘伝の味が自宅でも手軽に楽しめます。別添えのオリジナル隠し味をプラスすると和風だしの旨味がアップし、さらに美味しい仕上がりに。具材にはメンマ、チャーシュー、卵、ネギがおすすめです。次の製品は札幌一番塩ラーメン三洋食品。札幌一番定番の塩味です。口コミでは具材を入れなくても美味しい、忙しい日でもすぐできて満足できるという声が多数。何度食べても飽きのこない、さっぱりとした塩味のスープが人気の秘密です。卵を加えてまろやかにして食べるのも美味しくておすすめ。塩派か味噌派で人気が分かれている商品でもあります。リストの次の製品は、マルちゃん製麺醤油味東洋水産。従来の常識を超えた特別な製法、生麺うまいまま製法で、もっちりとした生麺のような食感が味わえるのが、最大の特徴です。スープは、チキンやポークをベースに、ニンニクや、生姜の香味野菜を加えた飽きのこない鶏ガラ醤油味。お子さんから、大人まで、年代を問わず、食べやすいおすすめ商品です。リストの次の製品は、札幌一番味噌、ラーメン三洋食品。濃厚な味噌ラーメンが、インスタントで手軽に楽しめる定番の、インスタントラーメンです。どんな具材を加えても美味しいところがポイント。別添の、七味スパイスを加えることで、味の変化も楽しめます。コーンや、ほうれん草などのトッピングもおすすめ。札幌一番といえば、味噌味という方も多いはずです。次の製品は、うまかっちゃんハウス食品。本場九州の味が楽しめると人気のラーメンです。豚骨エキスをベースに、野菜と香辛料でまとめた白濁スープは、九州出身の方からも高評価で、豚骨ラーメン好きの方は一度食べてみるのがおすすめ。ごま油と植物油にローストポークの香りを合わせた特製調味オイルがさらに美味しさを引き立ててくれます。次の製品はチキンラーメン5食パック日清食品。世界初のインスタントラーメンとして知られるチキンラーメン。鍋で煮て作るだけでなく麺とお湯を入れた丼に蓋をして3分待つだけで完成する手軽さも人気です。中心の W ランポケットに生卵を落として食べるのも美味しいと評判。チキンラーメンのキャラクター、ひよこちゃんはグッズ展開もされています。リストの次の製品は、ジャルメラ、宮崎新麺明星。激辛ラーメンとして全国的に人気の宮崎新麺を自宅で手軽に味わえる商品です。唐辛子の辛味と旨味が染み出た醤油ベースのスープが、辛うまで食欲をそそります。最後に卵を加えて仕上げれば、激辛でも食べやすいマイルドな味わいに、激辛ラーメン好き以外にも好評なインスタントラーメンです。次の製品は出前一丁日清食品。数多くのインスタントラーメンを展開する日清食品の中でも昔から愛されるロングセラー商品です。美味しさと人気の理由は、秘伝ごまラー油による香ばしいごまの風味とあっさりとしたスープ、相性の良い麺の組み合わせ。ごま1000粒分のセサミンも入っています。イメージキャラクターの出前坊やのパッケージが目印です。リストの次の製品はマグヌードル日清食品。夜遅く小腹が空いた時の夜食にぴったりサイズの商品です。食べるときはマグカップに入れて、
お湯を注ぎ、少し待てば完成します。袋麺タイプなのに、カップ麺並みの手軽さも魅力。ビタミンカルシウムを強化しているほか、犬とパンダを模したナルトが可愛く、お子さんのおやつにもおすすめです。次の製品はチャルメラ醤油明星。ホタテとビーフの旨味と香味野菜を合わせたコクのある醤油味のスープが多くのファンの心を掴んでいる商品です。後が決して楽しめるスパイスも付属しているため、自分好みに味付けに調整することも可能。醤油ラーメンといえば、チャルメラという方も多い定番の人気商品です。リストの次の製品は、マルちゃん昔ながらの中華そば東洋水産。あっさりとした醤油味のスープと、コシのあるもっちりとしたノンフライ麺で、懐かしい素朴な味が楽しめます。そのまま食べても、十分美味しいですが、味に癖がないため、野菜などのトッピングでアレンジした方にもぴったり。スーパーでは置いていないことも多いため、ネットでのケース買いがおすすめです。次の製品は、札幌一番醤油味三洋食品。定番の札幌一番の原点とも言える醤油味のインスタントラーメンです。子供の頃から食べていたという方も多く、お子さんからおじいちゃん、おばあちゃんまで家族みんなで楽しめます。鶏ガラスープのベースに生姜やニンニクの香味野菜をブレンド。醤油の香ばしさが引き立つコクのあるスープが人気の秘密です。このリストは理にかなっていると思いますか？コメントを残してください。ビデオの説明に製品リンクがあります。最新のレビューに追いつくためにチャンネルを気に入って購読することを忘れないでください。